はいどうもアノチです。よろしくお願いします。パワープロ2016のアップデートが入りました、選手の追加、原口選手とかの追加、あと能力のね、更新も入ったんで、パパッとね見ていこうかなと思います。まずパリーグからいきましょう。ほんとパパッとって感じです。まあ、一人ずつね結構細かく見ていったらね相当時間かかっちゃうと思うんでパパッと見ていきましょう。森福選手とかは相当能力上がったのかな。今シーズンすごい活躍してるよね。ソフトバンクの元の能力が分かんないけど、木所選手とか見たいね。気になるね。いやーすごいね、すごいね。あ、やっぱ選球眼はつくんだ。レオキラーエラー持ちなんだ。木所選手多分もともとはミートパワー F とかだったよね、おそらく。もともとはちょっと覚えてないけども、そこまで大きな能力変化を遂げた選手はいなそうだね。次ファイターズ。あ、163キロなってるね。えぐいな、これはすごいな、これはすごいわ。あ、勝ち運ついてんね。増井選手はなんかもうちょっとマイナス能力あってもいいと思うけどな。いやー俺大野選手のなーミートは D 行くかなーって期待してたけど行かなかったね。下がったね能力ね。すごい、かなり能力上がったんじゃない。思ったより下がんなかったですね。どうだろう、下がったっけ、ちょっと覚えてないな。真っ赤だな。最近岡選手は調子いいよね、すげえ調子いいよね。いや大谷選手すごいね。うわミートすげえ、81までいったんだ。うわだいぶ下がったんじゃない、清田選手ミート力とか。すごいすごいな。能力が大幅に上がった選手とかあれだね、分かりやすいね。多分みんな細かくだけど変わってはいるんだろうね。
西武メヒア選手とか気になるね。あーリリーフ適正ちょこっとつくかなと思ったけどつかなかったんだ。日ハムキラーとかつかないか。いいようにやられるイメージあるよね。すごいな左投手 F なんだ。なんかそんなイメージもあんまりないけど。パワーはメヒア選手のがあるんだね。あ、魔球運ついてる。キャッチャー F 多くない？キャッチャー F 多いな。コーディエ選手の能力が楽しみですな。オリックスは赤いの多いな。オリックスの先発わすごい。コントロール18。あ、糸井選手とか相当能力上がってんじゃんか。相当じゃないにしろ能力上がってそうだね。あーだいぶ上がったね。一発そんなに浴びてるのか。うわーひどいね、ひどいね。ちょっとこれ結構落選あれだね、厳しめだね全体的に。なかなか厳しめの評価を受けた感じですね楽天。ヤクルトも結構厳しめになるんじゃないかなと思うけどな。短期とかないのか。短期とかすごい。え、そんなチャンス弱いの山田選手って。ちょっとパワー下がっちゃったね畠山選手。
そんなんでもないか。そこまで評価は悪くないかな。負け運はやっぱついてるねやっぱり負け運はついちゃうんだね。あら結構ひどいね。やっぱ坂本選手か。大きく伸びそうな選手といえば能力が。すごいすごいね。すごいわ。村田選手も前の能力は覚えてないけど間違いなく上がってるだろうね。ミートは例えば乾選手、矢貫選手が出てんのかな。あ、立岡選手下がったんじゃないか。多分ミート力とかは。阪神岩貞選手とかか。楽しみなのは能力上がってそうな選手。すごいね。やっぱちょっと足速いんだね藤波選手ね。なんかあったよね結構前だけど 50m 走を測ってすげえ速かったみたいな。あれこの前150投げなかったっけ。お、原口くん、原口選手。いやーいいね。あれでしょ、一番能力高いでしょキャッチャーの中で。打撃力に関して言えば鳥谷選手守備力38。あ、ルーキーの、うわー名前出てこない、高山選手だっけ。ごめん全然今名前出てこないよ。高山選手合ってるでしょ。あれ下がった、下がったかな。ちょっと福留選手すごいね。あら、エゴシ君、俺のお気に入り。広島、広島とかどうだろう。結構良さげな気するけどな。すげえな、守備力97ってすげえな。あと3何足りねえのよって思っちゃうぐらいだな。すごいな。もうチャンスへついたね。
うわーひどいね、ちょっとね。中日すごいね、魔球ついたか。もともと持ってたっけ、ちょっともともと覚えてないけど。あ、シュート回転とかファーボールは持ってるんだ。すごいすごいね。強くない？中日強いね、強いね。ラスト横浜、マキュンついたか。そっか、やっぱつくのか。結構勝ち始めてからね、トントン拍子で勝ち星重ねてた印象あるんだけどな。相変わらず高速シンカーか、ツーシームにしてあげてほしいんだけどな。もうすごいキャッチャー B、 打力上がったね、相当上がったね。ミートは下がったか。いや、分かりやすくミート下がったね、19まで下がったね。やっぱ守備力高めだね。音坂選手すげえ能力上がってんじゃない。ミネイさん変わってないんじゃないか、ほぼほぼ。うん、はい、という感じでアップデート入ってました。まあ全体的にそうだな、俺の中での一番の衝撃はやっぱ大谷翔平選手の野手能力、これはちょっとえぐいなと思ったかな。メヒア選手が結局のところ一番パワーあったのかな、84で。まあちょっともう一回ちゃんと調べてみないと分かんないけども。あと菊池選手の97って守備力がすごいね。よし、じゃあ、終わりますか。こんな感じで、能力アップデート、あと選手追加されてましたって動画でした。そんじゃ終わります。バイバイ。